すぐ行く、走って行く、電車でね。あ、ゲーセンだ。遊ぼうぜ。顔、お前か。あ、私服、そんなパーカー、いかついパーカー着てるね。どこのメーカーブランドなの。なんか落ち着かねえよな。これからどうなるか、あとは醸し出したいってことか。体動かしとこうぜ。何もしねえとすぐ錆びちまうぞ。ゲーセンで言うことじゃないわな。ペルソナアガションの影響でリュウジと、はい、お願いします。付き合うぜ。じゃあ行くか。カンニング、軽くランニングね。スポーツなんだ、ゲーセンのあとこに走り出す。学校かい。結局リュウジは満足そうだ。何その合わせてやってる感。ちょっと下に見てないか。対等でしょうが。トレーニングで良い汗をかいたらしい。そろそろリュウジもうちょっとかな。じゃ、また。はいよ。サクサクと日曜日が過ぎていく。休みの日が過ぎていく。なあ、ちょっと待ってで。よし。ああ、失礼。理事会は明日か。いや大丈夫だ、きっと改心してるはずだ。だといいですね。理事会明日だよね。鴨志田が改心しねえと俺らは退学か。きっと改心する。絶対する。してくれなきゃ困る。そうだよな。諦めるのはまだ早いよな。どっちにしろ明日ならばわかる。腹をくくるしかんねえな。保証してられなくて悪いな。だが必ず変化はあるはずだ。信じて明日を待とうぜ。いいよ、何しようらしいじゃないものガナさん。いつもの強気なガナさんでいてくれよ。ちゃんとやってんだろうな。ここで構成できないとどこ行っても同じだぞ。なんだかあれだよね、その日によって気分機嫌が違うというか。コープで一緒にバイト仕事してると手伝ってる時はすごく優しいけど。ツンケンしてる今日は。コーヒーを入れて SP アイテムか。本も読みたいけれど自室で勉強はできるのかどうかを確認しよう。まあ、ここのカウンターで本を読むことはできるから別にその必要はないのかもしれないけど。そういえば観葉植物の培養か、なんか餌というか養分買ったような気がしますが。部屋の横にほらって椅子持ってきてくれ。え、なんか味わる。これに乗れば天井の梁に手が届くだろう。なんだろう、そこに、その場所に椅子を置くとも上から縄が垂れてる絵しか想像できませんが、届きそうだね。よし、天井の梁を使って体を鍛える。は、どうせやることもないんだ。鍛えておいてもそうはない。おお、なるほど。我が輩がビシバシ鍛えてやるから確保しとけよ。急になんか始まっちゃった。あ、まだ始まってはないのか。観葉植物飾ってみたのものの何か元気ないな。そういえば映像で買ってたような。使ってみましょう。ここでガーデンエナジー、これ使うのずっと忘れてましたね。2個も持ってる。安いやつだけどやらないよりマシだよな。これでいいのか。時間すぎるこれ。お、ポイントアップ。なんだ、どこが上がった。優しさか。はい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 、いいね。これであげること、ノーリスクで上げることができると。棚、大きな、何か送るものがあれば。これからだね。ここね、ソファーは。部屋もかなり綺麗になりましたね。一言声をかけてくれると。この部屋にはテレビも、テレビ置けるのかな。理事会はリサイクルショップとかで揃いそう。で、ここはあれか。やっぱこの部屋では勉強とかはしないんだな。作業机。トレーニングは何が上がるんだろう。ステータス上がるのかな。ちょっとやってみる。コーヒー作りたかったけど、ちょっと。お、やるのか。実質でトレーニングすると時間経過、HP の上限か。何度も来たらどんどん効果上がっていく。そうなんだ。ちょっと今日はやめとこう。今日は順番に処理していこうね。コーヒーを作ろう。コーヒー入れてみよう。SP 回復のアイテムが欲しいからね。豆は棚にあるのを適当に使い、それぞれの特徴はそのうち教えてやる。じゃあ俺はタバコでも買ってくるか。電子タバコじゃないのかな。まだ紙巻き破壊。宗次郎さんは。お、やってみてる。おー、いい匂いしてきた。ドリップドリップ。いいとこドリップ。どうだろう、自分で入れた。あ、美味しい。よし。うまそうに飲んでるじゃないか。ブラック派ですか。作り手の思いがこもったコーヒーか。異世界で飲めば気休めじゃなく本当に体が癒されるかもな。ルブランのカフィ。ちゃんとやってるみたいだな。感心してる。どれ飲ませてみんな。どうでしょう、初めてのドリップは。この香りと柔らかなコク、ブルーマウンテンを使ったのか。すごい鋭い、すぐわかるんだ。さすが専門家。説明お説明されます。ジャマイカ産ブルーマウンテンとは、ジャマイカは豊かな自然、豊富な雨量、強い寒暖差、水はけの良い土壌など、コーヒー栽培には好条件の揃った国である。
ブルーマウンテンは栽培地である山の名前で、厳しい基準をクリアした高品質豆に与えられる豊かな香りと柔らかなコクを持つ人気ブランド。勉強になりますけど、これじゃ豆が泣いてるぞ、もっと練習しとけ。あ、まだまだコーヒー、入れたコーヒーとしては不十分と。まあ教えた通りにやろうとはしてるな。その努力とは認めてやるよ。ありがとうございます。簡単に立ってるとこはなかなか様になってる。似合ってますよね、エプロン姿とこのメガネと長髪というか大学生みたいな、大学3年生のバイトみたいに。教えたこと素直にやってるみたいだし、言いつけも守ってる。これが前例気持ちの問題児とはね。宗次郎さんにも早くその誤解を解いてもらいたい、解きたい。ま、長話もなんだ、そのまま勝負地にするんだな。うん、ありがとう。お、洗い物もして、せっかく教わったんだし、これからも機械を作って腕を磨かないとな。極上のコーヒーを振る舞ったりしたら、お前を見る目絶対に変わらず。え、モテちゃう、魅力ついちゃう、魅惑すっちょ。ぼちぼち休むとするか。そして運命の日ということだすんな。5月の2日だ。ふわー、月曜とかマジかったるい。あれ、この右の歩いてるこの眠そうな男子、僕の友達にめっちゃ似てるな。あー、ピーシーピーピーシー。つうか明日から連休だし、今日休みでよくね。マジ意味わかんないし、間は休みにしたいっていうのは、してほしいっていうの思いは常々ありましたね。意味わかんないっつったら、ほら、鴨志田にとどうぜや予告状、なんか歪んだ欲望を取るとか言って。そういや、そんなんあったな。まあどうせただのいたずらだろ、本気にしてるやつなんていねえよ。それが現実となるんでしょうか。なるでしょう。朝礼か、緊急朝礼。そんな軽く言うなよ。しおちゃん、一人一人が意識失ってるんだぞ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。今時こんな人いるかな。なんとか足とか言いそうだな。昔のギャルみたいな。朝練中止でラッキーだよね。雑多な会話が聞こえてくるな。耳が痛いぞ。お、カエル先生、カエル校長。はい。先日、痛ましい事件が起きたのは、皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだかかるのか。どのくらいで元気になってくれるかな。耳ちっちゃ。だから耳のつく位置おかしくないか、それ。ほっぺに。頬骨のあたりに耳ついてません？それ。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の。あ、眠くなる。ありがたいお話が聞けそうだ。お？あ、いつもの格好だ。私は生まれ変わったんです。ほう。その心は。だから皆さんに。全てを告白しようと思います。いいのか。もしかしたら教師人生が終わるかもしれないぞ。ついに来たか。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な。おー、言ったねー、単刀直入に。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。何言ってんのかもしれない。死ぬとか。先生は
その容器なんです。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散、解散。会見の金中止が入りましたね。大倉有効ばりの。私は聞かせてくれ。逃げるな。そうだ。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ。全くその通りだ。生きるんだ。生きて償うんだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ、うん、私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高巻さんに。おお、言うね、全部言うね。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。自首かするのか。どなたか警察。いや、自分で呼びなさい。それは警察。マジで。しかも すごいね。こうも変わるかねってぐらい変わりましたね。ちょっと最初の告白トロにはぐっと、まあ大悪人であったにもかかわらずついグッと胸に来てしまいましたが、自主か。終了します。解散、解散して。これ予告どうする。なんでそんなダルみたいな声出すの。怪盗ってマジだったってこと。この品がなんかされたのか。いや、心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。夢から覚めたようだね。まるで自首のが罪軽いんじゃないって。ああ、そういうことか。問題発覚してからじゃなくて。わかんねえけど、鴨志田ってクズ。それですっとみんな落とし込んでくれるといいんですけど。これマジのやつなの。いきなり自首とか。ざわ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 してますね。教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。みたいだな、うん、でもこれでよかったのか。なんか本当に別人みたいで、こう本当はいい人だったのに悪人の心がついて、それを取っ払ったことでその罪だけが残ってしまったみたいな風に受け取られるけど、これは違うよね。彼は確かに自分の意思で悪い方へ進んでいった。それに気づき、ペルソナ使いのこのテケミたちの外的要因で取り払われたという部分はありますが、自分で反省し自首をするということですからいいのではないでしょうか。とは言いつつも、まあ良かったんとは、はっきりこれで良かったんだとは言い切れない部分はどうありますが、うん、まあ、まだ分からないといったところでしょうか、うん、法律的にどうこうって話か。まあ確かに。三島くん、後ろの女性は。高巻さん、ごめん。え、俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高巻さん、私誤解してて変な噂広めちゃって。あ、広めちゃったのは彼女たちなんだ。私全然知らなくて、鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。うん、いいの。私だってそれに全部。優しいな、あんちゃんな。真実が分かればそれでいいと。おい、そこ第二の鴨志田が貴様は。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせね。じゃあコープで関係結んでもらってペルソナを強化してもらおう。心が変わったのは違うか。どうも鴨志田だけじゃねえみたいだな、うん。波紋を呼んでるね。よかったじゃん。
妙な噂もなくなりそうだし。なくなるかな。いいよ、私。敵身は敵身でね、前歴のところはまだ拭いされてないから、なんともね。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。ゴールデンウィーク明けぐらいに元気に戻ってきてくれればいいですが、もう少し経過を見るか。早いか、まだ。ビビったわ。マジで会心だったな。会心だったね。運よく廃人化もなかったし、100点満点だぜ。そんなんでいいのかな。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。うん。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。なるほど。なるほどね。そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。しほ、お、意識戻ったの。よかったね。マジか。会いに行きたいね。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に。あ、泣いちゃう。歓喜は余っちゃうね。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田に媚びてたの。バレちゃって。ああ、バレちゃってたんだね。謝りたいの。まあお互い様よ、そこは。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校しちゃうんだ。寂しくなるな。セクハラとか自殺未遂とか。ああ、まあね、確かにね。志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんだ。うん、友達になれるかと思ったのに。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと。まだ彼女がそう決めたならいいんじゃないでしょうか。いつだって会えんだろ、生きてりゃさ。お、いつになくかっこいいこと言うね、リュウジ君よ。私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。アンドノは優しいんだよな。優しいね。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど。え改心させた方が復讐になるなって。あ、もっとしたたかでしたね、アンちゃんは。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思った。生き地獄怖っ。まともかく一件落着だけどよ。そういや一つ気になってんだ。ほう。あの城のこと。なんだろう。あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあったんだ。ああ、どうして鴨志田だったんだってことが。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。ああ、誰もが持ち得る。じゃあ敵身のパレスもできる可能性がなきにしもあらずってことですね。誰でも確かめてみるか。ほ、今はいい。しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。まパレスでやったこと調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。同じ能力者とかになってくるでしょうね。そのことだけど、あんたたち、え、もう変な噂立てられてたよ。それリュウジ声でかいから。結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫した。結局僕たちの悪い噂は取れないじゃない、拭いされないじゃないの。だそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。そりゃそうよ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。うん。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは
事態が落ち着いてから相談だね。うん、一旦ゴールデンウィーク会えるしね。このメダルいくらで売れるか確認しよう。売るんかい、メルカリで売るのかな。あのミリタリーショップで売れば、何でしたっけ、アンタッチャボーで売れば結構な値段になるんじゃないですか。こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出た。で、3万？え？金メダルの価値で3万か。そうなんだ、そんなもんなの。覚えてる？中学の時に貸したお金。お？そんなお金あったのか。3万も借りてるわけねえだろ。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。ああ、正論しか出てこない。くそ。事態を見取り分は21かな。賛成だ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。こんな決めか。じゃあ牛角に行こうか。牛角に。まあ、高校生ですから、ジョジョ子供、あの高校生学生だけでジョジョ園っていうのもちょっと贅沢ですから、牛角あたりでパーッと行きましょうよ。会長の相談は美食の席でと決まってる。そう、そうなの。どうだ、ちょっとそれ、まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。いいところと、あ、行きたいところ、どこだ、どこだろう。志保と行きたいって前から言ってたとこ。俺は借金あるし文句は言えねえ。お前もアンが決めた店でいいか。どんな店なんだろう。ラーメンがいい。いいね、ここでパッとラーメンがいいって言えるセンス。言いたいけど、ただ普通にアンちゃんが決めた店っていうのも気になるから、今日はそれでいい。ラーメン食べたいな。あ、ラーメンが食べたいな。我が輩もアンドのに任せる。普通に鈴んもんが今。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。連休の最後にしない。ああ、最後か。次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味。おお、いいね、原価次でね。ってことは5日の子供の日だな。うん。で、関係は誰がやるの。ああ、任せてくれ。任せとけ。何でも買いたい店を知ってる。そうだよね。あんたちゃぼう。ああ、あんたちゃぼう。じゃあお願いね。押し付けられのテケ、そして安受け合いのテケ。ああ、帰ったか。帰りました。あの金メダルって本物なの。いつの間にパレスに。いや、認知の産物、要は偽物。ああ、そうなんだ。本当の金メダルだったらもっと高いってことか。本物のメダルは今でもちゃんと現実にあるはず。おお、欲しい。本物は現実にあるらしい。うんだよ。じゃあ鴨志田は金メダル奪われてねってこと。改心できたんだし、別にいいでしょ。そうだね、メダルは別に彼のものだしな。てか本物が消えてたら普通に窃盗じゃん。そうだね、まだ義族とまでは踏み込めないね。それにもう前と同じようにはメダルを誇れないでしょう。お前って案外さっぱりしてるよな。ついでに借金も水に流してくれ。それでは、それとこれとは別、中学生の500円は大きいの。500円だったんだ。あの時のイルカのぬいぐるみまだ持ってんの。イルカのぬいぐるみって何。イルカ、どういうこと。そんなもの買ったの。リュウジ君、掘り返すなよ。中学の遠足で水族館に行った時さ、帰りの電車賃使い込んでお土産買った誰かさんがいてね。悪かったって、あれ母親の土産だったんだよ。母親の土産にイルカのぬいぐるみを買ってってあげるリュウジって、なんかあれだな、好感度上がるなリュウジね。まあでも今回のこれはチャラにしてあげる。ありがとうございます。てか偽物ならメダル売って問題ないな。この話はその場合、そのメダルは何だろう。金属の塊ってことになんだろうか。かもしれないやつは一生ものの金メダルをもう二度と誇って生きられない。考えようによっちゃそれの方が死ぬより辛い罰かもしれないな。いいよな、お前は。明日から連休で、こっちは客が増えて大変だってのによ。そうですね、すまんね。すまんよ。祝杯をあげるのは明日、戦利品を売り払い。まあ夜ですから、明日か。じゃあ。つけておこう。というわけで、今回はこの辺にいたしまして、まあ、次回からゴールデンウィークを迎え、最終日に祝杯をあげというところでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。無事鴨志田の乱は、終了したということで、次に来たる、次に昇る太陽を、拝むとしましょう。それではさようなら。